こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はボルボ XC90 をご紹介したいと思います。XC90 って今まで何回もやってないって思ってらっしゃるかもしれません。実はエンジンが新しくなったんです。なので今日はそこを中心にご紹介しようと思います。そうは言ってもですね、ボルボ XC90 のちょっとおさらいをしておこうと思います。ボルボのラインナップの中では今一番大きなモデルになりますね。で、まあ、フルサイズの SUV なんですけれども、特徴としては3列シートを持っていることなんですね。で、他のライバルと比べてどこがすごかったかと言いますと、プラグインハイブリッドモデルでも3列シートを持っていた、そのパッケージングのうまさがね、非常に注目を集めたモデルでもあります。で、デザイン的にもこのトールハンマーのヘッドライトに象徴される、まあ、今のボルボの顔ですよね。それをこううまく活かして迫力も出しつつですね、武骨なというよりは非常にスタイリッシュの、まあ、都会が似合うような、ね、デザインに仕上げられています。とはいえですね、走り的にはシティ派というだけではなくて、どこでも行けちゃうぞっていうぐらいポテンシャルが高いのがこの XC90 の特徴なんですね。やはりですね、ボルボはエステートだったり、まあ V だったり、こうワゴンタイプの車をたくさん作ってますからね、荷室の工夫もバッチリされています。まずここにね、高さが調整できるスイッチがあります。荷物積むときはやっぱり低い方が積みやすいですよね。なのでこれちょっと高さを下げました。で、積みました。あら、もっとたくさん積みたいわっていうときはですね、このはい、ここのノブ一つでヘッドレストも自動的に倒れてフラットなスペースが登場します。普段これだとちょっと広すぎて荷物転がっちゃうなーなんていう時に便利なのがこのグローサリーバッグホルダーですね。これ本当あのボルボの独自のね、非常に素晴らしいものだと思うんですけれども、フックがついてたりゴムで留められたり、まあ、普段ねお買い物行くんだったらこれぐらいのスペースで十分ですからね。で、じゃあ閉めましょうっていう時もこれ足で閉めるんですけど、いいよ、で閉まると今度高さが戻るとね、一連の動作うまくできてますね。インテリアはスカンジナビアンデザインでございます。まあ、明るくてシンプルでクリーンっていうのがねスカンジナビアンデザインの特徴だったりもするんですが、このシートなんですけれどもすごく細かく調整ができるんですね。座面の長さも調整できます。角度もねもちろんなんですけれども非常にいいんですが、それだけ細かく調整できるとなると、いろんな人がね1台の車をシェアする場合、いちいち合わせるの大変じゃないですか。で、実はねここ見てください。はい、このね鍵を置く、ここに長く鍵のマークがあるんですよ。で、ここに鍵を置いてもらうとですね、はい、4人分プロファイルとして、どの人が運転する、その人のシートはこのポジションだなとかね、そういった好みを覚えてくれる、そういったことができるんですね。そうすると、まあ、いちいち細かく合わせなくても、まあ、スパッとね、走り出せるので非常に便利かなというふうに思います。2列目シートなんですけれども、このようにね、しっかりしたものがついています。ヘッドレストなんかも大ぶりですね。2列目はとても快適だと思います。気になるの3列目ですよね。まずね、ちょっとこれ前にスライドしましょう。で、肩口のレバーを開けるとこう斜めにね、スペースができますので、ここからスッとね入るようになります。ちょっとこれもね、よっ、はい。3列目シートなんですけれども、見た目はね非常に小ぶりに見えるかもしれませんが、座るとですねシートのクッションストロークもしっかりありますし、背もたれもしっかりで、前側のスペースなんですが、私のつま先がこれね2列目シートの下に入るんですよ。そうすると膝もつかないし、あとこの足のね下ろす高さなんですけど、しっかり下ろせてますよね。なので全然私も辛くないんです。しかもカップホルダーでしょ、
小物入れでしょ、エアコンの吹き出し口でしょ、ライトでしょっていう具合で人が快適に過ごせる、そういった装備がちゃんとしつらえられているんですよね。これだったらなんか余裕で遠くまで行けちゃうと思いますよ。しっかり3列使える SUV って言っていいと思います。あー、これじわーっと踏んでいくと、このそう1500ぐらいのところでふーってちょっとこう押してくれる感じが分かりますね。で今結構登ってるんですけど、そんなに踏み込まなくてもスーッてアシストしてくれるのが分かります。ただ大げさじゃないんで、逆になんだろう、そういう違和感はないのがいいですね。あえてこういうのやってますよとか主張しないところがまたボルボっぽいなっていうふうに思います。ボルボはね、全部パワートレイン4気筒の2リッター以下しか作らないっていう風に、あとはアシストするのは、モーターを使ったりターボを使ったりスーパーチャージャーを使ったりっていうね、ドライブイン戦略っていう方法を使いましたけれども、これは48V のマイルドハイブリッドということでモーターと組み合わせているんですね。でオートマチックは8速です。でそこだけ変わったのかなって思われると思うんですけど、実はエンジンのそのベースのところもすごく熟成が進んでいるので、全体的に本当に非常にバランスよく滑らかになったなっていう印象が強いんですが、こういったね下で走るとすごくよくわかりますね。今ね交差点で私アイドリングストップで止まってたんですけれども、この再始動がすごく静かですね。これ ISGM っていうねシステム使ってるんですけれども、アイドリングしてからの再始動だと約3分の1ですね、音が小さくなってます。いや本当に静かで、今って結構特にね都会で、走ってると信号も多くてですね、アイドリングストップで止まってまた再始動っていうシーンがすごく多いんですけれども、そういったところでも毎回ブルーンっていうとなんだかんだでストレスじゃないですか。でよくねせっかくついてるのにアイドリングストップ嫌だから切っちゃってるっていう人も結構見かけたりするんですけれども、これだったら本当に不快感なく使っていただけるんじゃないでしょうかね。今ね、ここの小さいですね、タコメーターの真ん中シフトの書いてある一番下のところに、電池のマークがあるんです。ちっちゃいね。で改正するとここが青く、光って矢印でね今改正してますよっていう風な、動いてくれるので分かりますが、でも分かるって実はそこだけなんですよね。これ電池の残量っていうのも基本的に表示してなくて、これ満タンじゃなくてあえてちょっと欠けてるところが不思議なんですけれども、ずっとこの表示なので、本当にそんなこと分かんなくていい、もう勝手に言っとくから好きに走ってっていう風なねところが私はとても好きなんですけどね。ではちょっとドライビングモード切り替えてみましょうか。まずじゃあ上からエコですね。こうアクセル踏み込んでもなかなかこうパワーが上がっていかないというか、メーターの中も変わるんで分かりますね。で基本的には普段、このコンフォートあたりでいいのかなと思いますけれども、もうこのコンフォートモードでも本当にすごくスムーズで心地よく走れる、結構オールマイティ性が高いというか幅広い、そういうモードだと思います。じゃあ次ダイナミックモードに入れてみましょうか。同じアクセル回路でもスーッとねスピードが伸びていくのが、皆さん聞こえるかな、私は体感してるんですけれども、指にふっと力を込めるだけでうっとねパワーが出てくので、いやこんだけパワフルだったらこのドライブイエンジンね2リッターで大丈夫とかいう方もいらっしゃると思うんですけれども、もう全然力ありますよ。さて高速道路にやってきましたけれども、でこれ必要がない時っていうかそれほどパワーがいらない時は気筒休止とかもするんですけど、実際乗ってる私はさっぱりわからないです。車が全部自動的にやってくれる感じですね。これ
切り替える時にちゃんとトルクもかけてフォローしたりするんで、そのあたりはねもう本当わかんないんですよ。で一番その電気でこうアシストしてくれるところも、まあ、1500回転付近からなので、今ね高速2000回転切ってますけど、それもさほど感じない。もう本当にあの滑らかに静かにすごく走ってくれてるなという印象です。これでですね、ボルボのパワートレイン、プラグインハイブリッドの T8、そしてですね、ディーゼルで今回ご紹介しました B5 というですね、マイルドハイブリッドエンジン、皆さんのライフスタイルに合わせて選んでいただけると、より豊かなカーライフが送れるんじゃないかなと思います。